巨人の先発マイコラスはスタンドで妻のローレンさんが見守る中、2回緩急を使いオリックス打線から2三振を奪う。4回には T 岡田のこの打球を高橋由伸、バックもスタンドもマイコラスを盛り立てる。するとその裏、ワンアウト一塁三塁のチャンスで坂本、この打球をショート足立がエラー。防御率リーグトップのディクソンから巨人が先制する。1点をもらったマイコラスは6回に3者連続三振を奪うなど8回3安打無失点。そしてメジャー時代でも経験のない9回のマウンドへ。しかし3番西野、4番カラバイオに連打を許しワンアウト満塁。監督はマイコラスに全てを託す。対するは T 岡田。吉川のファインプレー。マイコラスは来日初の完封勝利を挙げた。マイコラス投手です。ナイスピッチング。奥様に一言お願いします。 She always looks so beautiful and I just want to thank her for coming out and supporting me. 最高。